Alright, I was doing like all the side quests, you know, Sinon, if you ever watched season 3 of SAO, you know, she had that whole gun charge thing. And that guy was following her around. What I'm finna do here is I'm finna take my ass back to the desert and prepare. Let me go back real quick. What do I have to do? Take Premier to north of the desert oasis. So we actually gotta frame this girl. We actually gotta put this fucking liability in the squad. We actually gotta put the liability in the squad. I don't like using this girl. I'm so serious. I do not like using her. That's why I don't put her in my party unless I absolutely have to. They're actually telling you, hey man, you gotta put her in the party. Yep, you gotta put her in the party. I got a party. You got a party. We got a party. Party, party, party. Anybody know where I get that from? Oh look, it's that demon thing again. We still do. Don't kill this girl. Fucking liability. But damn, why is she in a line of fire like that?
見てください。向こうに部屋があります。どうやら一番奥まで来たみたいだな。ここがプレミアのクエストに関連するダンジョンなのは間違いけど、ボスが出てきたりトラップ、そういうダンジョンなのかもしれないけど、例えるならすでに攻略さ。どうかしましたか？なあ、いや、なんでも。勝手に進行した今回のクであれば、ここで手に入る5つ目の成績ない。探しますか？手に入れるつもりはないけど、そもそもないというのも気になるな。よし、探してみよう。やっぱりどこにもないな。ほこりまみれになりました。頑張ったな、プレミア。ですが、こちらも見つけることはできません。うん、そうか。こんなに探しても見つからないなら、もともとここでは成績が手に入らない筋書きなのかもしれない。あとはどこを探します？いや、もうこの辺でやめておく。それにしても、プレミアは随分と成長し、成長？進んでみんなと協力するようになったし、積極的に話しかけてくれるようになった。仕草も女の子らしくなったような気がするしな。どうした？なんか、さあ。よーヒーロー。どうした？地べたを這いずり回って。ジェネシス、そういやこんなもん拾ったんだよ、この石ころをさ。あ、クラップ。それは間違いない。あれ、いや待て、先回りも何も。なんでジェネシスがここにいるんだ？ここはプレミアのクエストを進めているプレイヤーしか入ることができない。おいおい、何固まってる。 あれか、なんで俺がここにいるか。隠しボスを発見したヒーロー様がこんな単純なこともわからねえのかよ。ならガキでもわかるように教えてやる。そんな、プレミアが。あ、だって two goddesses。That's the two goddesses. It was two premieres. Whoa, plot twist like a motherfucker. こいつらが二人の女神ってやつだ。同じクエストのモブな。二人の女神？おい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 。まだ理解できてねえのね。俺たちで協力し合って。こいつらのクエストをクリアしようぜ。ね？そんな、待ってくれ。このクエストはクリアするわけにはいかないんだ。それひょっとしてクリアすると世界が終わる。まさかあの場所にいたのか。コンソールを操作しているときに、アインクラッドが創生されて世界が崩壊しちまうんだよな。楽しいじゃねえか。自分で進めたクエストによって。I wonder if he's from a laughing coffin. That's one thing I want to know. I wonder if he's actually from the laughing coffin from the original SAO. どうなるか分かっている上でクリアしようとしているのか。いやなら力ずくで止めてみろよ、ヒーロー。おい、行くぞ。はい、マスター。世界の崩壊とは。それが起きたら、またプレミア。もう一人の女神がジェネシスと一緒。しかもプレミアちゃんにそっくりだな。本来のプレミアのクエストは、グラウンドクエストに出てくる二人の女神というのは。なるほど、そっくりなはずね。そういやよ、俺たちで飯を食いに行った時、プレミアちゃんの様子が、あの時の子って
実はそっくりな子の方だったんじゃね。だとしたら、いろいろと納得がいくな。間違いないだろうな。雰囲気。ジェネシスはもう一人の子を連れ回してプレミアのクエストを終わらせようとしているのよね。そんなことになったらこの世界は崩壊してしまうのに。そうなることがジェネシスの目的なんだ。単純に面白がっているんじゃないの。まったく、よりによって一番面倒なやつにクエストを横取りさ。一つ疑問なんですけど、人の進めているクエストを別の人が進めることって。もちろん通常は無理です。普通プレイヤーがクエストを受けると、クエスト NPC は雇い主であるプレイヤーの ID を記憶します。そうすることで自分の雇い主以外のプレイヤーがクエストを進めようとしても反応しないようになります。ですがプレミアさんの場合、開発中ということから誰でもクエストを進められるステータスになっているんです。そしてプレミアさんに似たもう一人の方もおそらく。開発中はいろんな人がテストをするからな。そういう設定にしておいた方が何かと都合が良かったんだろう。これからどうする？放っておいたらジェネシスにクエストをくっ。それだけは何としても阻止しないと。うん。ねえ、このことってプレミア…いや、聞かれたんだけど、うまく…でも彼女はすでに、世界の崩壊が起きれば、俺たちと会えなくなることは感づいて…そっか、まだこの世界で過ごした時間は短いけど、絶対に守りましょう、この世界を。ああ、ジェネシスの好きにはさせない。あいつの状況を把握しておくためにも、プレミアのクエストの情報は続けて集めていこう。この戦いは運営じゃなく、プレイヤーである俺たちで決着させるんだ。 What if they just kill the other premier? I'm just, you know, curious as to what would happen. I mean, they can just kill her, right? I mean, and just hide until the blue curses go away. At least that would be the sensible thing to do. Obviously, they're not going to do that.Put all this stuff away. What the hell is the damn girl?
don't even want her in my party anymore. Let's just replace her. Speaking of which, you gotta find her. Market Street. So she's here. Yeah, that's it. この世界では全ての NP つまり彼女は自分の意思でジェネシスと行動を共に彼女にとってそれが最良の選怒っていますか？いやちょっと難しい顔をしていました。その顔を見ると私は心配になります。つまり元気出してください。ああそうだな、ごめん。プレミア、こうしてぴったりしてあげるとあなたは以前元気になったという話。アスナさん、何を教えて。ふん、二人アスナさんに言っちゃおうかな。違うって、これはむしろアスナのせいというか、なんというか、とにかく元気になりましたか。なった、元気になったから。ではところで、シノニー、リーファ、二人は強引に話を変えたわね。まあいいけど、プレミアの次のクエストを探しに行ってきたのよ。ジェネシスに先を越されないためにも情報は集めておかないとね。そうだな、あいつを放っておくわけにはいかない。それで何かつかめたか？へへん、バッチリ情報を手に入れてきたよ。とある野営地に聖石らしきものがあるっていう話が出てきたの。といってもこれ以上はプレミアについてきてもらう必要があるから情報はここまでなんだけど。そうか、じゃあこれからプレミアとその野営地に行ってくるよ。だったら私たちは。いいのか、戻ってきたばっかりなのに。大丈夫だよ、そのために急いだんだから。それにプレミアちゃんと二人きりにすると。おい、だから誤解だってじゃあ行きましょう。ここか、ビンゴね。私たちが来た時はただの空き地だったのに、プレミアを連れてきたから野営地になってる。インスタンスマップってことだな。でも県外なんだね、ここ。他にも県外村とかあるし、そうした場所は珍しくないよ。へえ、そうなんだ。それじゃあ早速聞き込みをしてみましょうか。すいません、成績について聞きたいんですけど。よそ者であるあなたが一族の守りである聖なる石にいかよ。その聖なる石っていうのは。それはまさしく聖なる石。なぜあなたがそれを。おお、我らの聖なる石が輝いている。もしや私ですか？あなた様は言い伝えに登場する女神キリト。たじゃあ女神です。女神や伝承といったクエストの情緒が。おお、やはりそうでしたか。我々の住む村は数ヶ月前に魔物に襲われました。しかし一族に大地が守りを追い尽くされる。 You guys know how I feel about cutscenes. I'm not even gonna. That's why I ain't said anything. I'm just trying to get past them. I want to get back to the game. もともとのプレミアの。おそらくな。今の話とあくまで必要な部分だけ改変したんだね。いや、確か言い伝えにある女神様は双子のはず。もし本当に女神様であればもう一方もお連れください。だそうです。なるほど。なんか急に話が切られたわね。本来なら二人の女神が揃っている状況で話しかけるはずのイベントの。でも
女神が2人必要だっていうイベント条件はこちらとしてはありがたいね。確かにこれならジェネシスも成績を手にすることはできないからな。けど安心ばかりしていられないわ。あいつは強引に2人の女神を揃える可能。それってプレミアちゃんを。ああ、だから絶対にプレミアを守らないと。ひとまず女神1人だけじゃイベントが進まないのは分かった。一旦町に帰ろう。ジェネシスがどう出るか冷静に見極める必要がある。Hope this game is almost finished.